おはようございます。元私から一件です。本日学校給食費の公開経過等の推進状況調査の結果を公表しました。学校給食費の公開経過等については、昨年の中央教育審議会の答申において、教員の業務負担軽減等の観点から、学校給食費については、公開経過及び地方公共団体による徴収を基本とすべきとされたことを受け、その推進を図ってまいりましたが、その状況について、今回初めて執会による調査を行いました。その結果を見ると、公開経過等を実施している地方公共団体の割合は 26%、準備検討している割合は 31.1% でしたが、実施を予定していない地方公共団体も 42.9% 存在をしました。教員が本来担うべき業務は、子どもとしっかりと向き合い教育活動を行うことです。その時間を確保するためにも、学校給食費の公開経過等が求められています。文部科学省としてもガイドラインや先行事例、よくある質問に関する Q&A の周知などを通じて、公開経過等を推進してまいりますが、各地方公共団体におかれましても、こうした公開経過等の趣旨をご理解いただき、その導入に向けて積極的な検討をお願いしたいと思います。私からは以上です。ありがとうございます。管理者の担当、はい、山田です。最初は私から一つ反応を一つ。冒頭発言でございましたように、公開あの学校給食費の公開といますけれども、予定していないのは 42.9% というについて大臣のご所感を伺いたい。それが一つと、もう一点、それを受けてですね、今後どのように、ガイドラインとかもおっしゃいましたけれども、対応されていかれるか、改めて聞いていただければと思います。はい、今回の調査結果については、率直に大変重く受け止めております。教員が本来担うべき業務は、子どもとしっかりと向き合い教育活動を行うことです。その時間を確保するため、各地方公共団体におかれましては、その導入に向けて積極的な検討をお願いしたいと思います。またすでに公開経過等を導入している事例を見ますと、例えば公開経過にかかる業務システムについて、リース契約ですとか他の地方公共団体との連携により費用を抑えているケース、あるいは徴収管理を専門に行う部署との連携により少ない人員で対応しているケースなどもあります。学校給食費の公開経過については地方公共団体の自治事務であり、限られた人員や財源をどう効率的に使うかはまさに地方自治の本旨だと思っています。文部科学省としては国の財政支援ということではなくて、教員の働き方改革という養成課題をどう克服するかという観点から、各地方公共団体において創意工夫していただきたいと考えています。文科省としてはこうした先例集等もご紹介しながらですね、給食費の公開経過等の導入を促してまいりたいと思っております。いずれにしましても、これ教員の皆さんの働き方改革で、去年法案の審議の中でも説明しましたけれども、本来の授業といいますか、子どもたちと向き合う本来業務以外のことはできるだけ削いでいく、軽減化をしていく、これ基本方針でありまして、そのことは各自治体も共有していただかなくてはならないと思っています。それでやらないというか検討していない自治体は、場合によってはその小規模な自治体で、例えば町村などで中学校1校、小学校2校そんなに負担なく現場で行われているという例もあると思うので、そのマストにするかというと、それは各自治体の判断があってもいいと思うんですけれど、一定数の学校を抱えてて、どうしていいかわからないという自治体は、もうぜひ文科省が発信する好事例をですね、よく見ていただいたり、あるいは積極的に広域行政で、徴収コストを抑えている自治体、連合体の例などもございますので、知恵を絞ればですね、コストを低くして、システム化をできるというのはもう十分確証できてますので、ぜひ積極的にやっていただきたいなと思っています。なんだっけ、ありがとうございます。はい、じゃあ各社さん、社名と氏名をおっしゃった上でご質問お願いします。共同通信の川島と申します。GoToトラベルの関係かようですけれども、観光を主目的としない旅行が除外される方針が出されていますけれども、今後ですね、修学旅行を積極的に使ってほしいというふうにおっしゃってたと思うんですが、同じようにこう対象からいずれ外れていったりとかしないかという部分で不安を持たれているところもあるみたいなんですけれども、何かもう政府の方ですり合わせができているようであればお願いします。この GoTo トラベルを始める前からですね、
学校の修学旅行はこの GoTo トラベルの対象にしてほしいということで、国土交通省観光庁としっかりすり合わせをして始めましたので、将来的にも修学旅行が外れるということはございません。安心して使っていただきたいと思います。で、いろんな自治体がですね、文科省のメッセージを受けて知恵を出していただいていることに感謝したいと思います。一度中止をした自治体が改めてですね、旅行会社などとも検討しながらですね、日程を短くしたり場所を近くにしたりしながら、なんとか代替の修学旅行を実施していただいている事例をたくさん聞いておりまして、繰り返しになりますけど、3月31日までが学期なので、仮に卒業式が終わった後であってもですね、6年生や中学3年生ぜひ、修学旅行に、代替するようなイベントをですね、やって集団活動の総仕上げをしていただきたいな、そう期待をしています。どうぞ。朝日新聞の鎌田です。給食費の公開計画等の関係でお伺いします。今小中学校に1人1台端末が配布されるような時代に、いまだにその現金で封筒に入れて先生が集めてっていうこともあるというふうに担当課から聞いてるんですけども、そういう現状について大臣はどのようにお考えでしょうか。はい、もうすでに公開経過をですね、方針としては各自治体に伝えてます。封筒に入れて、1人ずつですね、担任の先生が徴収することが負担であるから当然移行してくれと言ったんですが、さっきちょっと申し上げたように小規模の学校などでですね、負担なくスムーズに行われている自治体もあって、そういう自治体はなかなかあえてですね、システム化までしなくてもいいんじゃないかという考えをお持ちな自治体もあるようなんですけど、将来を考えたら学校現場から切り離して教育委員会や自治体が責任を持って招集していただくことが軽減負担にもなりますし、トラブルの回避にもなると思っていますので、その方向を大きく目指していきたいと思います。大臣、次の予定ございました。あと1問の読売新聞の伊藤です。先日末にわいせつ教員の関係で通知が出されたと思います。さまざまな事故が入っていたと思いますけれども、大臣のお考えについてお聞きしたいと、私学の利用率が低いということも含めてお考えをお聞かせください。はい、児童生徒を守り育てる立場にある教師が児童生徒に対してわいせつ行為などを行うことは決してあってはならないことだと思います。文科省では児童生徒等にわいせつ行為を行った教員への厳正な対応について法改正以外でも実効性のある措置を講じるため、文科省が教員採用権者に提供している、官報の広告済みの教員免許状の執行情報を検索できる官報情報検索ツールについて、検索可能な期間を現在の直近3年間から大幅に延長して直近40年間とすること、また直近5年間については本年11月から直近40年間については来年2月から提供開始予定であることを発表したところでございます。今回当初のスケジュール通りに今月から直近5年間の情報を提供するにあたり、より慎重な採用選考に資するよう、官報情報検索ツールの目的、本ツールの適切な活用について改めて説明お願いをするとともに、教員採用における留意事項などを示す通知を発出をいたしました。本ツールの活用については来年2月中に予定の本格実施に向けて適切な活用が図られるように、国公私立の採用権者それぞれに担当者向けの会議などを通じて引き続き働きかけをしてまいりたいと思います。ご指摘の私立学校については採用が少ないというのは事実でありまして、10月にですね、私学の皆さんにも改めて今回の趣旨とそれから使い方について丁寧に説明をさせていただきました。また例えば、採用の願書がですね、各自治体や学校ごとにバラバラなんですけれど、懲罰の記入欄なんですけど、これも思い切って懲罰以外に懲戒処分歴っていうのも入れたらどうか、要するにそのフォーマットを統一してですね、虚偽の申告ができないような仕組みをモールジャパンで取り組むことで、この検索ツールと相まって効果を発信するんじゃないかと思ってまして、文科省としてはこんなことも引き続きやっていきたいと思っています。今後とも児童生徒をわいせつ行為の被害から守ることができるように、法改正をはじめとして実効性のある対策を総合的に検討してまいりたいと思います。ありがとうございました。